はい。皆さん、こんにちは。えー、今日はですね。えーっとですね。ちょっと、いいものが届きました。何かというと、じゃじゃん。スターリンク。皆さん、ご存知でしょうか衛星から、衛星から電波が届きまして、インターネットができる、えー、システムですね。スターリンク。待ちに待ったものが届きました。はい。 で先ほどね、えー、ちょっと設定をしてみたので、えー、一旦その状況をね、えー、お見せしたいなと思います。実はもうこれ、空箱なのでね、はい、えー、ちょっと外に出ますね、はい、でですね、えー、と今、外にパラボラアンテナもあるんですけど、ね、ここにね、ちょっと玄関先には、ちょっと仮に、えー、衛星からつながっているモデムがあります、はい、じゃあちょっとアンテナを見に行きましょう、はい。えーっと 今日ね、午前中ちょっと山行ってたんですけどね、山の中も電波が悪いので、えー、そういった時にね、えー、この衛星からの、ね、空からのね、えー、電波によってね、インターネットができたらいいなということで、えー、じゃじゃん、これです。今これね、軽トラに、軽トラに、えー、今乗せてはいるんですけども、えー、このパラボラアンテナですね。はい。 えちょっと裏の方とかは、こんな感じ、シンプルですごくシンプルですね、はい、非常にシンプルで、もうこれもね、アンテナと、アンテナのこの足ですね、足の台、もう、これと、先ほどのモデムのみが入ってたという形です。で、えー、とそこからね、非常に長いコードが出てまして、ただもう今これね、えー、ちょっとここら、ちょっと建物あるんですけども、 え、できたあの、北側に、北側の空に向けるという形になっていまして、まあ衛星がこっちにあるんでしょうね。はい、北側の方にね。はい。で、えっ、ー、と、このアンテナを、まあ置いて、あとはもう自動で勝手にこれ動くんでね。えー、も、ま、うあとはもうお任せっていう感じなんですけども、あとでアプリとかも紹介します。で、このアンテナを今、ね、えー、これはいっぱいガチャガチャってますけど、このケーブルね。とりあえず今玄関先まで引っ張ってます。 もうこうやってね、えー、こら下にずっとはわしているだけなんですけどねで、そこから、そこのちょっとね、隙間からね、えー、隙間からちょっと中に引き込んでます。はいでね、えーと、思ったよりも簡単なセッ,セットアップだったのでね、えー、驚きましたが、で、えー、っと今その、えー、そこから入ってきたケーブルを、えー、ここに垂らしていると、まあ、上に他に線あるんですよ、これね、えー、っと僕がちょっと、 中で付けてる、えー、ソーラーのね、バッテリーのシステムのね、えー、パネルから来てる線なんですけども。まあ、それちょっと置いといて。で、これがモデムですね。はい。エイスの電波をこれでね、えーえー、携帯とかパソコンとかにね、データを送るモデムになりますね。で、これもすごくシンプルで、裏もこんな感じ。で、後ろにね、こういう形で2つ、電源と、 え、先ほどパラボラアンテナから引き込んだやつをもう差し込むだけですね。もう非常に簡単で、え、これでいいのっていうぐらいでね。えー、っと、接続、接続というかね。ま、機器類の接続はね、もうすごく簡単でしたね。はい。じゃあ、え、こっからどうするのっていう時に、えー、アプリを、はい、スターリンクのアプリを使うんですけども、えー、っとね、まあ、結論から言うと、 非常にいいです。はい、えー。何がいいかというと、この田舎のうちの地区は、えー、とにかくネット環境が悪いんですね。今、あのケーブルテレビの、えー、インターネットを使ってるんですけども、えー、下り、まあ、インターネットの情報を取ってくる、下ろしてくるのは、まあ、えー、いい時で50メガとか、まあ、それなりに、えー、見れるんですけども、混み合うとなかなか繋がらないということがあったりとか、 一番困るのが、アップロード。えー、最近 YouTube であったりとか Facebook とか、いろんなものに、写真程度ならまだいいんですけどね。えー、動画を上げたりとか、するときに、非常に時間がかかると。えっ、ー、と、先日上げた、えっ、ー、と、12月のフォーラムの、え、データ、25ギガ。結構でかかったんですけども。まあ、編集したものを、え、YouTube に上げるのに、なんと13時間もかかりました。13時間ですよ。 はい。いや、非常に、えー、困りましたね。はい。で、田舎のやっぱり欠点がこのネット環境が悪いということですね。で、また今僕らは山の活動で自罰型林業、山で、えー、作業してたりするんで、ネットが繋がらない環境結構ありますので、まあそういったことも含めましてね、このスターリンクのちょっと可能性を今探っております。はい。えー、なんとこのスターリンク、えっ、ー、と、欲しいなと思った時は、 え、本体価格とかが7万超えやったんですけど、今半額で3万台で買えてしまうと。いや、ありがたいですね。で、えっ、ー、と、料金も、え、かなり安くなりましたのでね、え、スターリンクぜひね、えー、検索してみてもらうといいと思うんですけども。じゃあですね、えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、ちょっと切り替えますね。切り替えますね。はい、それではですね、えっ、ー、と、今ね、 えー、あの、軽トラの後ろにあるアンテナからね、ケーブルがずっと引かれていって、玄関先にこう今あるんですけどもね。はい。じゃあ、このアプリを使ってね、えー、速度チェックをしてみたいと思います。じゃーん。はい。お、結構上がってますね。はい。まあ、十分です。もうね、えっ、ー、と、30メガ以上あればね、えー、もう全然早いんですけど、大事なのはこのアップロードですね。 なんと35メガも出ています。通常1、2メガしか出ない今のケーブルから比べると、なんと3倍え30倍 <laughs> ?30 倍ですよ、30倍。いや、もう最高ですね。これでアップロードが非常に楽になるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、速度はちょっとね、えー、っと実際アンテナとか衛星の状態によっても変わるようなんですね。はい。 で、えー、っと、その中で、まあ、統計データとかも見れまして、こういう形ですね。はい。で見ていく、今の衛星状態とかをね、えー、見ていくことができたりとかしますという形です。まあ、とにかくね、今までの環境でもう、えー、っと、ね、iPhone の、えー、通常の うちは au、僕は au なんですけども au の回線とかも使ってもね、えー、出なかったスピードがね、えー、なんとスターリンクでね、出すことができちゃうんですね。嬉しいですね。今 UQ モバイル僕は使ってるんですけど、今、えー、ーリンクが繋がっている状態ですね。えー、ちょっと確認をしてみると、よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。 今ね、えー、この Wi-Fi で、このキトキトキ、はい、僕のうちのやつですね。今、これ登録自分でできるんでね、キトキトキ隊のキトキトキという形で、スターリンク登録してあります。はい。いやー、なんか嬉しいですね。はい。はい、えー、ということでね、えー、まあ本当スターリンク導入して、まあ、あの、今日朝ね、えー、午前中にちょこっとやってね、まあアンテナをとりあえず置いてみて、ね、 で、線をね、もうこのモデムにつないだだけ。あとはアプリでちょちょっと設定すれば、繋がっちゃうと。いや、これは嬉しいですね。で、えー、スターリングもね、いろんな契約がちょっとありまして、今はうちのこの家のこの周辺の固定になっているので、えー、車に乗せてずっと持ち運んで、えー、使えるかっていうとちょっと使えない契約なんですけども、えー、契約がいくらか、いくつかありまして、 えっと、場所をここと、他の場所でも、あて持っていって、全然違う場所で使いたいっていう時は、追加で、えー、2600円だったかな。追加するだけで、その場所持っていってもそこでも使える。で、えっ、ー、と、もう一つあの、RV っていうね、なんかそういう契約もありまして、その契約の形にすると、えー、実際に車に、で、えー、移動したりとか、持ち運びながらでもできて、なおかつ、使った時だけ請求みたいなね。 使った月だけ請求。まあそういう形のものも、えー、いろいろサービスとしては出ているようですし、まあ今後スターリングね、えー、いろんなサービス制度が出てくる可能性があるんじゃないかなと、いうふうに思ってます。まあとにかく、えー、インターネットの環境が、我が家はもう何年も苦しんだんですけども、えー、非常に嬉しいですね。はい。とにかく、えー、データをアップロードするのに、えー、これで一安心と。 いう形になってくると思います。はい。ではでは、また何か、えー、進展ありましたら、えー、報告します。それでは、さようなら。